はい、翔太さんからもらってます。はい、ゆうじさんに質問です。はい、弦は何を使ってますか。あ、弦ね、ギターのちょうど、ちょうどある、ちょうど今、あ、うん、これですね、 SIT の、初めて見た、ヘビーボトム。ヘビーボトム、ヘビーボトムって何、なんか違うの、種類、レギュラーっていうか太さだね、ノーマルのやつ、弦の。あ、でさ、本当に本当につい最近、うん、あの弦、他のものを使ってみたの。おお、いや、あの今まであんまり気づかなかったけど、何でも、うん、何でもいいやぐらいに、そうだよね、どっちかというとそう思ってたんだけど、うん、でもずっとこれ使ってて、で、うん、ちょっと久しぶりに変えてみたら、あの全然違って、うん、うん、多分そうなんだ、どっちも好みあると思うんだけど、はい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 、なんだろう、これ専門的、ちょっと低い、低めの音で、うん、でも低すぎないこの辺のローの音が、うん、ふくよかでちゃんとパンチがあるのが、俺は基本的にこれ音として、ギターだけじゃなくて、うん、例えばドラム打ち込んでても、はいはい、その辺の帯域がしっかりしてるかっていうのが、うん、あの俺が気持ちいいかどうかポイントだ、うん、だからやっぱ変えてみて改めてこの弦ってすごいこういいんだなって。あ、じゃあずっとそれは使ってる弦ではあるの、今までも。割と長いかな、いつぐらいだ、でもこれ確かコウケ君かな、あー、はい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 、なんだろう、コウケ君っていう、うん、まあギタリストがいるんだけど、うん、はい、がいいよ、嫉妬の弦みたいな教えてくれて、あ、じゃあ使ってみますって言って、そっからずっと使ってるの。あ、なるほどね、うん、じゃあちょっとシットって俺は聞いたことなかったから、わり、うん、かしマニアックなメーカーなの。そんなこと、いやいや、楽器店、あ、でもさ、うん、割と大きめの楽器店行けば売ってるけど、それこそ町がやってるような、はい、商店がやってるような楽器店には置いてないから。へ、うんうん、そうで、ヘビーボトムってなるとこう、なんだろう、通販でもそこまでなかったから。あー、そうなんだ。そうそう、インチ数っていうか、その太さが全然違うんだよ。そう、だからこれも割と俺この52っていう、うん、6弦が太いんだけど、うん、まあこれあのギターのチューニング下げるのも関係あるんだけど、うん、ちょっと太い弦の方がそれこそ音が好きかな、うん、はい、ということでした。はい、でラストいくんですけど、はいはい、これも割と真面目な質問です。これはね、真面目に俺もちょっと聞きたかった友人スキンケアです。違いますそれは真面目じゃないです。真面目じゃないです。はい、うん。あやこさん。あやこさん。からです。はい、今、作詞作曲してみたいんですけど、はい、超初心者ですと。はいはい。で、まあ、あの、コツがあったら教えてほしいということなんですが、はい、ちなみに、現状、機材とソフトは揃えましたと。あ、すごい。はい。で、軽音楽部でボーカルをやっていて、ピアノとギターは軽く弾けるのと、はいはい、コードやスケールの基本的な理論はなんとなくわかりますと。はいはいはい。その上でこう作るためにはどうやって、構成していったらいいかっていうのを聞いてきてくれてます。ああ、なるほどね。はい、俺全然もう基礎の基盤は俺よりあります。いやいや、すごいわ。コードの、コードのその、いやいや、その知識欲しい。いや、ケンタピアノやってんじゃん、はい、いやいや、やってねえわいや、そこ、そういう発言が全てをこう誤解を招くようになってくるんだから、ね、何がピアノやってんじゃん。俺がピアノできるみたいな。ピアノできるじゃんだってできないわできるじゃん。やめとけやめとけ作曲、はい、どうですか。はい、いや、まあでもユージ、それこそソロは作詞もやってるわけだからね。まあそうだけど、作詞作曲ね。いや、でもこれさ、うん、本当に、まあ今ソロやっててさ、うん、歌歌うこととさ、うん、作詞やることってさ、はい、基本的には初めて、うん、もうラップだって一応スパイアで多少やらしてもらってたけど、うん、なんかちゃんとこう向き合うのは初めて、うん、まあ作曲だけはずっとやってきたけど、うん、だから俺もなんか30超えてから新しいことを挑戦しだして、うん、なんかより思うのが、うん、結局こんなものは、うん、やるしかない。お、出た。いや、もうこれ体育会系かもしれないけど、いや、作曲もそうだって。俺がだから10代、そう、中学生の時初めて、コードも何も知らない状態でただ曲作りたいっていう思いで、だから当時はさ、ドラゴンアッシュとかさ、はいはいはい、ハイスタとかさ、丸パクリみたいな曲を
作ってたの、うん、それでも自分の曲だって言って、うん、なんか形になってって、うん、っていうのを積み重ねて積み重ねて、うん、今の作曲能力が、うん、まあこう積み重ねた結果あるわけだから、うん、だから作詞にしても歌にしても、うん、こんなん結局たくさん書くしかないし、うん、作詞だったら、うん、歌だったらたくさん歌うしかないから、うん、って俺は思ってるけどね。だからそこに近道を考えてる時間の方がもったいないのかなって。俺も近道が欲しくて欲しくて仕方ないんだけど、うん、うん、でも結局自分の体や脳みそがレベルアップしていくしかないから、うん、なるほどね。そう、うん、かなって今やりながらさ、うん、俺もだって準備して準備してやってきたけど、うん、けどなんだろうな、そうすぐこう、うん、何かが変わるわけじゃないから、うん、まあそれはあるね。そうで作曲を、うん、自分が思う曲を作りたいよ、うん、作れるようになりたいと思ったら、うん、作り続けるしかないし。そうだね。でも時代的にその例えばまあこうパソコンあるんだったら、うん、もう今本当に簡単、うん、昔よりそれこそ作りやすい環境はあるから。あ、そうだろうね、うん、すごく、うん、うん、だからなんだろう、それでもやっぱやるしかないよね、多分。そうだね。いやでも俺もそれこそ最近作曲とかさせてもらっててさ、うん、思うけどさ、やっぱソフトめちゃくちゃ多いわけ。そのコードがわからない人用に、いやめちゃくちゃあるね。そう、うん、コードを弾いてくれたりとか、要は、そうそうそう、あのミディデータとして出てきたりとかさ、そうそうだね、いろいろさあるんだけど、うん、結局あれってやっぱ補助なんだなって俺はすげえ思う最近。なんか自分で出てるこうメロディーとか、はいはい、構成を形にするのって経験なんだなって最近すげえ身に染みて思ってる、うん、でもまあこの1メロディーに関しては、うん、その人その人でいいものを持ってると思うから、うん、多分ね、うん、これ才能あるなし関係なしに、うん、だからそれを、うん、確かにあの経験で伸ばしていけば、うんうん、よりいいものになっていくよね。そうだね。だから頭の中を具現化するっていうのが一番多分難しいだろうからね。そうだね。うん、それはあるけど、まあ今の時代具現化しやすくはなってる。しやすくはなってる、うん、すごいなってるからね。その、うん、でも結局そのスキルってやるしかね、うん、そうなんだよね結局ね。いくら何か読んでとかさ、うん、誰かに何か聞いてってさ急にできるものじゃないからさ、うん、だと思うけどな、うん、いやでもそれはそうだと思います。経験すべては経験だと思う。本当にこればっかりはどうしようもないやつね。でもね、経験を踏んだやつしか分かんない、うん、世界もあるわけだから。そうだね、本当にそういうものを見てみたいです俺はね。本当にね。いやでもここまでねちゃんと機材とか揃えてね、もうできる環境があるならもうしこたまいいと思うものをやったらいいんだよね、多分作曲してみて。いや、ほんとに、うん、そう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 、うん、で、きっとやり続けてて、うん、1年後自分が作ったものが、うん、なんだこれ、全然ダメじゃん、うん、って思えた時、うん、成長してる証拠だと思うかな。そうだね、そうそうそう、それは間違いない。だから、それを積み重ねてってください、うん、ぜひ。はい、ぜひお願いします。で、今思ったわ、じゃあこれで終わりなんすけど、はい、終わる前にユージさんに見てほしい俺の画面を、今のこのほらこの後ろ見て、すげえ縦になってない、2列。確かに確かに2列になってない画面。 なってる。え、やばいっしょ。で、左にもなんかない。あ、これはねゲーム用の画面なんで。すごいね、また違うやつっすね。マジ、はい、っていうのを見せたかっただけですよ。ユージが真面目な話してる時に、あ、俺画面2列になったんだ、それだと思ってた。嘘、俺そこに美学感じないわ、あんまり。あ、お、感じてよ。めっちゃめっちゃかっこよくないこれ。ほら見て、わかんないわこの画面。え、もうかっこいいわ。なんか、うん、そういう宇宙的なのが好きなの、うん、宇宙的じゃないよこれ。宇宙、ちょっとその、うん、椅子といいさ、うん、ちょっとコックピットみたいなの憧れてんの。あ、そうだ、ちょっと中二っぽいのが好きなんだ。え、
ちょっと違うわ、俺と種類が。ユージはこう、ナチュラルな感じですよね。ナチュラル、ナチュラル、ナチュラル思考だから。はい、ということで、はい、よく喋りましたね、今日も。はい、そうですね。はい、ということで、じゃあ また次回、皆さんに会いたいと思います。はい、じゃあ、バイバイ。バイバイ。